で善良な人が同じように秘密をばらすように誘導器を作る可能性もあるけど、そうか、邪悪な目的で UFO を見たとか秘密の呪いとかを暴露してるんだな。いや、企んでるのは君だろ。君にしかわからないよ。そんなことはしてないわ。あの後私は何も企んでないよ。それにはいけないよ。たくさんいるのをちゃんと言っとくべきだったね。